なんだこれ。ん？メタトンの最新オペラのポスターだ。運命の波に引き裂かれた不運な恋人たちの悲劇らしい。なんだろ、ロミオとジュリエットかな。そろそろ開演時間のようだ。うわぁ、またメタトンイベントか。いやもうね、わかる気がするよ。もうどうせいるんでしょ、メタトンがこの先に。うわぁ、なんか嫌な予感がするなぁ。もうね、キャラボイスのこの音でわかるんですよね、メタトンってね。まあ、あの人間は。もしかして。あ、しっかり衣装着てきてんな。私の、運命の人？ちょっと、どうしてそんなめんどくさそうな顔してるの？そんなやる気のない態度じゃ、最高のパフォーマンスはできないよ。ちょっとめんどくせえな。お客様に失礼だから、スキップする？何これ、スキップするって。どうする？演じる。いやー、これはさー、演じないわけにはいかないよね。もちろんやらせていただきますよ、舞台の上とあらば。そう。じゃあ、一つぶちかまそうか。それはこれから演技をやるものの態度ではないぞ。ぶちかまそうって何する気だ。あー、本当にぶちかましてきた。いい、降りてこなくていいよ。似合ってないな。お前がジュリエットか。あなた、逃げてよ。王様に見つかる。人間は敵なの。悲しいけれども、なんだよこの時間。きっとぶっ殺される。これでお別れ、バイバイバイ、涙が出る。頭を撫でるな。ぶっ殺される言うたな。とても悲しいわ。お前ちゃんと感情込めろよ。お前とんでもない大根役者だな。あなたが牢屋に閉じ込められてしまうなんて。お前演技下手くそだな。じゃ、さようなら。え？ああ、一体どうすればいいの？私の運命の人は、地下の牢屋に閉じ込められてしまった。愛しいあの人は、卑劣なパズルの罠にかかり、間違いなく死んでしまうわ。お前演技下手くそだな。人に、客の前に出る態度じゃねえって言う割には、お前は人に見せる演技ではないぞ、それは。あれ？ああ、なんと恐ろしい！カラータイルのパズルよ。色のついたタイルの一つ一つに残酷な仕掛けが。例えば、緑のタイルは踏むと音が鳴り、モンスターとのバトルになる。赤いタイルは、ん？待てよ。そうだよね、これね。パピルスのやつか。いや、さすがに覚えてないな。なんだっけ、青いタイルは水んで、オレンジがオレンジの香りだから、オレンジ踏んだ後に青いタイル入ると、
なんかピラニアに襲われるみたいな。ただ緑のタイルを踏んだ後なら大丈夫とか、なんかそんなんじゃなかったっけ。100個ぐらい前のエリアで見たような。ああ、やっぱりそうだ。じゃ、ルールは覚えてるよね。覚えてないなぁ。うわぁ、ちょっと待ってくれ。待って。紫ってなんだっけ？赤。赤は炎か。歩くとダメージが入るってやつかな。そうか。それなら、ぐだぐだ説明を繰り返す必要はないな。ああ、それから、急いだ方がいいと思うよ。なぜなら、30秒。ここに来てものすごいハードルを上げてきたな。30秒以内にクリアしないと。ああ、マジか！バーナーで焼き殺されちゃうからね。お前怖いな、笑い方怖いぞ。かわいそうなあなた、悲しみのあまり笑いが止まらないわ。それじゃあ、頑張って。やばいやばい。ああ、もう、落ちたよ。涙。うわあ、これどうするかな。緑、黄色って何？あ、ビリビリか。そうか、じゃあ青いった後に緑でしょ。で、オレンジ大丈夫。で、紫ってなんだっけ？大丈夫。あ、紫は右に進むのね。で、青はピラニアでしょ。だから、しばらく青をこう続けて泳いで渡る。で、緑。うわーこれ赤、赤。これオレンジ、オレンジでしょ。で、オレンジ行った後、青。え？おっと、残念。時間切れだ。きつくないかい？きつくないかい、それは！では約束通り、火炙りになっていただきましょう。これ無理だろ、ちょっと待て、やばいこれし、え、あれ待てよ。もしかして、イベントか？さあ、もう逃げ場はないぞ。やばい、これやばい、これやばい、これやばい、どうする、どうする。やるなら一思いにやってくれ。絶体絶命、大ピンチ。熱い熱い熱い、もう両脇が熱い。もうその位置はもう熱いよ。ああもうダメだ。ん？なんだ？なんだ？コーン。お！まさか。アルフィー？アルフィー！アルフィー！お前さすが。大変！今助けてあげるから。ファイアボールをハッキングするね。ファイアボールってそういうことか。ちょっとうまいことを言うな。おお！なあ、なんということだ。優秀なドクターアルフィに、またしても知ってやられた。これさ、なんか後々ドクターアルフィも一緒に、お、なんだ。ちょっと見てなかったな、今な。その通りよ。メタトン、観念しなさい。あなたに、私たちを倒すことはできない。私たちは、最強のコンビよ。そうだね。結婚しよう。あなたのパズルもここまで。諦めてお家に帰りなさい。かわいいね。言い方がかわいいね。なんだって？パズルはここまで。アルフィー、寝言は寝てから言ってほしいね。緑のタイルを踏むと、どうなるか、忘れたのかい？あ、モンスターとの戦闘が始まる。まさか？もう一回お前とやるのか？またクイズ大会か？音が鳴って、モンスターとのバトルが始まる。そのモンスターというのは、僕のことさ！メタトーン！メタトーン。やろうか。やろうか。でもその前に回復したかったな。絶望的な HP。
あ、一応保険かけてビチャビチャ使っとこうか。さあ、お別れの時間だよ、子猫ちゃん。なんだ、アルフィ？君の電話、早く出た方がいいよ。でもさ、電話出る時間はくれるんだね。もしもし、大丈夫だよ、落ち着いて。携帯にもう一つ秘密の機能をつけたの。もうそれはね、そこまで来るともうそれ携帯じゃないの。もっと別の何か。黄色いボタンがあるよね。なんだ、なんだ黄色いボタン。行動メニューを開いて押してみて。携帯の行動メニューが光っている。メタと黄色いボタン。なんだこれは。黄色いボタンを押した。携帯がメタトンのボディに共鳴している。うお、なんだその黄色い光は。ん、なんだなんだ。え、なにこれ。今よ、丸を連打して。丸連打、はい、わかりました。うわ、なんだこれ。ずるいって。これ今メタトンのターンじゃないの。うわぁ、そんなバカな。やられた。なんということだ。君は、思ったより強いようだ。絶対嘘だろ、それ。嘘、え？え、終わり？何の茶番だ、これ。やった。倒せたね。すごいよ。てんてんてんはやめろ。いや、やりたい。やりたいな。いや、でもここは素直にアルフィーのおかげだよ。ありがとうアルフィー。え、そんなことないよ。あなたが頑張ったからだよ。いい子だねアルフィー。大人だね。私はどうでもいい機能を携帯にプログラミングしただけ。どうでもよくないよ。その黄色いボタンに救われたんだから。なんかいいよね。アルフィーもさ、黄色じゃん。ボタンも黄色じゃん。なんかいいよね。ペラペラの感想しか言えないけど。どうした？あのね、変に思われるかもしれないけど。なんだアルフィー。一つ言ってもいいかな。何？どうしたアルフィ。まさかお前もお別れすんのか。お前とお別れは嫌だぞ。あなたに会う前ね、私、なんだ、自分のこと好きじゃなかったんだ。うん、ん？うん。なんだ、どうした、なんかあったのか。ずっと自分なんて出来損ないだって思ってた。なるほどね。何かやろうとすると必ず誰かをがっかりさせちゃうって、そう思ったの。でもね、あなたのガイドをやってみてからは私、自信が湧いてきたよ。いいことだ。自信さえ持ってれば、大抵のことはうまくいくから。大丈夫、アルフィー素敵な人だよ。あなたが私に協力させてくれたおかげだよ。もうなんていい子なんだ。協力させてくれたおかげ。ほんとさ、アルフィー。もうすごいいい子だよ、君、ほんとに。いい子っていう年齢なのかわかんないけど。協力させてくれたってなかなか言えないよ、そんな言葉。いや、もうこちらこそありがとう、協力してくれて。それはそうと。コアはもうすぐそこだよ。メタホテルのロビーを抜けたらすぐだから。またメタか。メタばっかだな。さ、行こう。行こうか、アルフィー。え、これさ、最後までアルフィー一緒にいてくれんのかな？
いや、ていうかこの長さ30秒無理だってどうあがいても無理でしょ、こんなん。お、ナイスクリーム屋さんじゃん。お、君はこの前の。ここに移ってから店は大繁盛さ。そこの二人のおかげだよ。お、そういえばいたね、お前ら。嘘だろ、嘘だろ。そうだ、君にはとっておきのものをあげよう。僕のピカピカのスマイルさ、どうかな。張り倒してやろうか今さ、今ね、回復これしかないのよ。お前さ、でもそういえばずっと持ってるね、雪玉のかけら。これっていつまで持ってればいいんだろう。そろそろ一回あそこのスノーフル戻ってみる。あ、うっす。てか、あんたをぶっ殺す話？あれ、しばらく延期したからさ。アンダイ姉さんには内緒な。アンダイ、アンダイ、アンダイはもういないんだ。やめてくれ。アンダイはもういないんだ。私に思い出させるな。幸せそうだ。いいね、もう幸せに。いいな、なんかこういうの見るといいよね。ちょっと男と男っていう、なか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 ちょっとコアな感じだけど。ああ、ここに通じてんのか、これが。なんかいたな今。なんだ、誰だお前。メタトン、あのドレスすごく似合ってたな。僕が着ても似合うんじゃないかって気がしてきたよ。まずお前は誰だ。これは見たな。ちょっとな、ちょっとこいつ気になんな。まあでもこの辺は特に何もないか。これ上登ってみる？登れないか。じゃあ右行ってみよう。あ、お前ここにもいたのか。いやあ君、俺の名前覚えてる？忘れた。綺麗さっぱり忘れた。覚えてる？ああ、覚えてるよ。あれだよね。ここまで出てるんだ。喉の先まで出てるんだ。本当に覚えてたの？まさか、この俺が、負けるなんて。何？君が覚えててくれたこと、俺は覚えてるよ。なんだ？正解なの？よくわかんない。じゃあそしたらちょっと恒例なので、やっぱりね、一回アルフィーのとこにはね戻っておきたい。戻ったらいつか、いつかアルフィーとちゃんと会えるんじゃないかって。一応回復しとこう。やっぱいないね。でもさ、研究室にいないってことは、アルフィどっから通話してんだろうね。それが気になるな。じゃあ、そしたら、レフト3階行って、あ、違うわ、あそこ R か。R の3階か、わかりづらいな。お前、いつまでその顔なんだよ。よし。じゃあ、この上行こうか。あ、サンズ、久しぶり。会いたかったよ。これ何？ねえねえ、右上の怪しい路地に入ってみて。お買い得商品が揃ってるよ。怪しい路地には入りたくないな。まずサンズに会おうか。よう、コアへ行くんだって？その前に、オイラと飯でも食わないか？あ、いいね。行こうか。よし。じゃ、あんたのおごりな。クソ野郎。わかりやすいクソ野郎だった。こっちだよ。おいら、近道知ってんだ。なんかサンズとこういうのもあるんだね。なんだこれ。
何この音楽、ちょっと不穏だな。その距離感はなんだ。しかも私の方にもスプーンとフォークをくれ。なんでお前側にしかカトラリーがないの。ちょっと、え、お金払うだけで私食わせてもらえないの。ほら、もう着いた。さてと、あんたの旅もそろそろ終わりか。終わりなの。わあ、なんかな、いざ面と向かってそう言われるとちょっと寂しいな。よっぽど家に帰りたいんだな。ま、気持ちは分からなくもないぜ。でもな、与えられたもんを受け入れて生きていくってのも悪くないぜ。まあでもそれはそうだよな。なんかこの言葉ってさ、モンスター側が言うからこそ響くもの、説得力があるよね。だって人間に地下世界に追いやられて、スノーフルの人たちも言ってたけど、もう与えられた場所でもう楽しく暮らさないとねって、やっぱ結構みんな前向きなんだよね、モンスターたちって。やっぱそう考えると、なんで人間はこんないい奴らを追いやったんだろうね。ここには食い物もあるし、友達だっている。そうだよな、今俺の目の前にも友達がいるしな。そんなにまでして帰る意味あんのか。まあそう言われるとな、帰りたいか帰りたくないかと言われれば、私は帰りたくないかな。もうここで暮らしたいな。ねえ、トリエルもアルフィーもいるしさ、アンダインはいないけど、アンダインはもうこの世にいないけど、まあでもね、みんないるからさ。どうした？なんだ？いや、やっぱり忘れてくれ。オイラはあんたを応援してるぜ。なんかサンズも寂しいんだよな、やっぱりな。なんだなんだ、なんでちょいちょいそっち向くの？あのなんか朝顔みたいな葉っぱ気になるのか？なあ、面白い話してやるよ。なんだ？オイラ、スノーフルの森で警備員してるだろ。人間が来ないか見張っているだけだから毎日暇でさ。でも森のずっと奥に鍵のかかったでかいドアがあって。あ、あれか、あの入れなかったあのでかいドアのとこか。あったな。これがギャグの練習にぴったりなんだ。なんか開け方を教えてくれるとか鍵くれるとかじゃないのね。ちょっと期待しちゃった。ある日、そのドアをお客さんの代わりにして新作ギャグを練習してたらさ、突然ドアの向こうからおばさんの声で突っ込み入れられたんだ。やっぱ誰かいるんだよね、あの奥ね。そうすると何言うとりまんねんってさ。だからすかさず返したね。ピン芸人に突っ込むやつがあるかいなってさ。そしたら突っ込みに突っ込むやつがあるかいなって返されて、そもそもボケてへんわって言ってやったら、そのおばさん大笑いし始めてさ、今世紀最高のギャグでも聞いたみたいな勢いで、だからオイラどんどんギャグを連発した。オイラのネタであんなに笑ってくれた人初めてだったよ。あー、なるほどね。なんかちょっとそう言われると寂しいもんがあるな。え、結構私あのサンズのなんかつくてんってやつ好きだけどね。そっか、今まであんなに笑ってくれなかったんだ。でもさ、そう考えるとなんだろうね、サンズってすごいよね。いや、どういう意味で
こういうおちゃらけてギャグをやたらめったら披露してるのかわかんないけどさ、ただ多分この最初地下世界に追えられてクソなんでだよってなってたところで、多分きっと率先してみんなをね、こんなところだけど楽しもうぜって真っ先にみんなをね励ましたりしてくれたのがもしかしたらサンズなのかもしんないよね。あそこのスノーフルでもそういう骨の兄弟がなんかギャグ言ってるけどね、なんかうまくやってるとかさ、なんだかんだみんなからこう好かれてるわけじゃない。きっと多分このアンダーテールの世界でこのサンズとパピルスっていう、きっとなんかこの二人ってすごい大事な存在なんだろうね。そしたらそのおばさんが、私も一つギャグ言っていい？って言うから、どうぞって答えたらさ、ねえ不思議だと思わない？って言うんだ。ん？なんだ？何がって聞いたら、こんなに近くで話してるのにトークなんていや結構好きよそういうセンス私なるほどね、うまいね。いやこれはほんとうまいと思うわ。え、私だけなんかこんなんで笑ってるの私だけかな結構好きだけどな、こういうのも。ビビったね。このおばさん、ただものじゃないって思ったよ。その後はもう何時間もギャグ合戦さ。なんかサンズにいいお友達がいたんだね。逆にお互い顔見えないっていうのもさ、いいよね。シチュエーションとして。でも、オイラが帰る時間になっちゃって。パピレスが寝る前に本を読んでやらないといけないからさパピちゃんお前本当に可愛いな。こういうところでもパピレスの可愛さが出るのかお前ら本当いい兄弟だな、羨ましいわ。そしたらまたいつでもいらっしゃいって言われたんだ。だからおいらその後も何度もそこへ出かけていってドア越しにギャグを披露するようになった。最高だろ。そのちょいちょい向こう向くの何なんだろうね。でもさ、サンズってさずっとなんか笑ってるじゃん、顔が。絶対なんかお前抱えてるよね。だってこんなに主人公とさやたらと絡んでくるキャラクター、何か意味があるよね絶対このサンズに。お前なんか隠してないか、なんか抱えてないか、大丈夫か。でもある日おばさんがあんまり笑ってくれなくてさ、どうしたのって聞いたら、よくわかんないこと言われたんだ。もしこのドアから人間が出てくることがあったら、一つ約束してほしいの。あれ？待って。あ、私ちょっと誤解してたわ。森の奥のドアってあの開かずのドアじゃなくて遺跡のドアのことか。ってことはこのおばさんってトリエルか、トリエルかあーなるほど、だからノートにあの人ギャグをあんなに書き溜めてたのね。あ、トリエルとサンズ、お前ら仲良かったんだ。いいね。わ、ちょっと私の勘の鈍さが出てしまったけど、分かった、やっと意味がそっか、あっちの遺跡側のドアのこと言ってんのか。一つ約束してほしいの。どうかその人間を守ってあげてって。トリエル、もう
もうなんでトリエルってそんないいやつなの？いや、ていうか、ここの世界に出てくるモンスター、みんないいやつじゃん。だって、普通だったらさ、それこそ人間の魂を集めれば地上の世界に戻れるって。で、みんなだって多分、戻りたいとは思うんだよね。ちゃんと日の光を浴びたいと思うんだよ。なのになんで、トリエルはこんなにも人間をかばうんだ。アルフィーだってなんであんなに人間に協力してくれるんだろう。ってことはサンズはトリエルとのその約束を果たそうとしてるのか。おいら、約束すんのって好きじゃないんだ。なんで？しかも相手は名前も知らないおばさんだぜ。まあでもさ、顔が見えないからこそ、顔が見えない相手に頼むっていう、それだけ追い詰められた大事な約束なんだよな、きっと。だけど寒いギャグでこんなに笑ってくれる人に頼まれたら嫌だなんて言えないだろう。サンズ、そうか、だからサンズはずっと私の行くとこ行くとこ先回りしていてくれてるんだ。ちゃんとたどり着けるかなって見守っててくれてたんだ。お前ありがとうサンズ。なんかちょっと待って、感動してきちゃったなんだこのゲーム。つまりどういうことかわかるか？え？何？なんで BGM 切れんの？ここで。ちょっといい話で終わる感じじゃないの？おばさんとの約束。あれがなかったら、あんた今頃どうなってたと思う？うわ、あ、やばい！ちょっと待って、鳥肌立っちゃった鳥肌立っちゃったえ？待って。そうだよね。そうだよね。本来だったらサンズとパピルスって人間を殺すために、捕まえるためにいるんだもんね。そしたら遺跡を出たところで、真っ先にお前らにとっ捕まってたってことだよな。そう。お前は今頃、とっくに死んでいた。うわぁ、怖い、サンズ怖い、サンズ怖い、ちょっとその、笑った顔で、目真っ黒にすんのやめて、めちゃめちゃ怖いから。待って、ってことはサンズに守られてたってことだよね、今までね。なに、ちょっと怖いこと言わないで。いや、でも確かにそれは間違ってないんだよな。結局、なんかさ、この人間って一人で旅をして自分の力で帰ろうとしてるように見えるけどさ、結局要所要所でね、最初遺跡に落ちたところトリエルに救われてるし、その後も結局今まで生き延びてこられたのもトリエルがサンズに言ってくれたおかげもあるし、サンズとパピルスがその約束を果たそうとしてくれたっていうその事実もあるわけだし、で、ここにたどり着く前に、あのちっちゃい子供のね、協力があって、あのウォーターフェルも抜けられたわけだし、で、今は、アルフィーに助けられて、このホテルまで来れたわけだし、なんか、いろんな人に支えられてんだな。そんな顔すんな。からかっただけだ。本当か？お前は絶対腹の中に何かあるんだよ。それにおいら、あんたのことちゃんと守ってやっただろ。そうだよな。
もしかしてさ、サンズがいなかったらもっと道中の敵がめちゃめちゃ強いのが出てきたりとか、そういうことがあったのかね。そういう奴らをあらかじめサンズがなんか遠ざけてくれてたとかさ、なんかそういう裏の方で動いてくれた、なんかその辺想像するとちょっとますます面白いな。おかげで、あんた一度も死ななかったじゃないか。死ななかった、うん、死ななかったね。一度も死ななかったね。私一回も死んでないもん。苦しいな。どうした？そんな顔して。おいら、なんか間違ったこと言ってるか？まあ、言ってないよな。でもさ、なんか今のサンズのセリフちょっと気になることがあるんですよね。一度も死ななかったって。普通さ、生きてる限り死ぬのって当然一回だけじゃないですか。だったら別に死なずにここまで来れたじゃないかでいいはずなのに、一度もって言葉をつけるってなんか意味があんのかな。なんかまるでサンズ？お前もともと人間だったんじゃないか。人間だったのが一度死んでスケルトンになったとか、一回死を経験してるのか。え、待って、いや、あ、え、深読みしすぎかな、さすがにそれは。ま、話はそんだけだ。じゃ、気ぃつけてな。あんたのこと大事に思ってくれてる人がいるからさ。え？お前の顔はなんだ。もうちょっとなんかさ、何か感動した顔しろよ。なんかいるな。なんかいる、なんかいっぱいいるな。ちなみにさ、サンズがやたら見てたこれなんかあんのかな。ガジュマルご一行様だ。ガジュマルご一行。あれ、サンズどこ行った。あれ、サンズこっちに消えたよね。あれ、なんもないよ、扉が。ごめん、なんだこれ。なんかこういうクッキーあるよね。レストランに来たけど、予約するの忘れてたことに気づいてさ、恥ずかしいから済ました顔でそのまま入ってきちゃった。で、仕方ないからこの葉っぱについた水を舐めてるのさ。悲しい。悲しいな。一緒に食うか。大丈夫、私が言おうか。もう一人いるんですよって、連れがいるんでって。悲しいな。鉢植えの植物だ。ガジュマルご一行の水を舐めてんのか。悲しいな、お前。なんかこの絵やだな。なんか似てるな、お前ら。で、こっちか。こっちが出入り口ってことか、そうすると。お前なんだ？もともとは、人間の侵略を阻むために、パズルを作り始めたんだけど、今じゃ、複雑な建物を作ること自体がしきたりになっちゃって、三歩進めばパズルに当たる。困ったもんだよ。生きづらいな、それな。でもなんかみんな頭良くなりそうだね。IQ は必然的に鍛えられそう。僕はコアの作業員。コアの中はいろんなパーツが組み合わさってできてて、レイアウトを自由に組み替えられるんだ。いや、しかし、今日は楽しかったな。僕パズル大好き。かわいいね、これね。なんかこいつかわいいな。お前なんかちょっとすごい見た目してんな。わし漫才して今日は営業に来とりますねん。おかげさまで人気もんでして。ただうちのせがれはな、おとんみたいにお笑いやる言うとりますけども、あいつのネタおもんないですわ。
寒いダジャレばっかり言うとりましてな。もう親としては恥ずかしいて。笑えまへんがな。おかんが死んでもて、それ以来家におるのが耐えられへん言うて、なんか重い話が話が重いんだお前。そんでせがれは家を出てしもたんです。それっきりおうてへん。わし父親失格ですわ。笑えまへんがな。重い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 。なんなんだあいつ。あれでもここ受付っぽいな。いらっしゃいませ。当店ではお席のご予約が必要です。それからテーブルと食器と食材もご予約を。え、予約全部別々なん？じゃあテーブルと食器予約しないと、もう突っ立ってるだけみたいなのね。めんどくせえレストランだな。あれ？でもやっぱこっちが出入り口だよね。サンズどこ行った？あいつ、あいつおかしくないか？やっぱりこれは噴水。噴水に碑文が刻まれている。王国記念の噴水、2010年完成。メタトン編集、メタトンは先週追加。メタトンだけ新しいな。お前絶対新しく自分でつけたのこれ。ホテルの落ち着いた雰囲気に決意がみなぎった。いやー、でもついにあれか、終盤まで来ちゃいましたね。なんか、サンズのちょっと不思議度がさらに増したけど、あいつもなんか今後、秘密が明らかになるのかな。いやー楽しみだな。でもちょっとまた寂しくなってくるな、終わりが近づくと。いやーでもこの調子で、どんどんね、進んでいって、エンディングを迎えましょう。ということで今回もご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。それでは、お疲れ様でした。